今日はね、アンパンマンがおもちゃを探してきてくれるよ。どんなおもちゃが見つかるかな。アンパンマンよろしくね。アンパンマンが帰ってきたよ。あれね、乗り物に乗ってるよ。今回の乗り物はアンパンマントレイン。正面から見るとアンパンマンの顔があって、なんか可愛いよね。横はこんな感じで、後ろから見るとアンパンマンが立ってるね。これは動くんだよ。で、反対側はこんな感じで、上から見るとこんな感じで、アンパンマントレインなんだけど、コインスイッチがあって、これを入れるとタイヤが動く仕組みになってるよ。このアンパンマントレインでいつもアンパンマンの顔を運んでるのかな。アンパンマン、次は何を探してきてくれるのかな。おや、そろそろアンパンマンが帰ってくるみたい。おかえり、アンパンマン。アンパンマンが持ってきてくれたのはこちらのおもちゃ、メタルフィギュアコレクションの C3PO。手のひらサイズみたいだね。早速開けてみるよ。お、C3PO 出てきたね。少しちょっと重いんだよね。で、手が動いて、腕が動いて、頭も動くよ。お、で、上半身も動くんだね。すごいね。アンパンマン、次のおもちゃは何だろう？探してきてくれる？そろそろアンパンマンが戻ってくるみたい。何を持ってきてくれるのかな。アンパンマンが持ってきてくれたおもちゃはこちら、メタルフィギュアコレクションのルークスカイウォーカー。で、パッケージはこんな感じです。で、これも手のひらサイズだね。じゃあ早速開けてみるよ。おお、なんか銃が持てるみたいだね。早速開けてみるよ。よいしょ。
手のひらサイズなんで、こんな感じです。で、銃を持たせてみると、よいしょ、持つかな、よいしょ、お、結構かっこいいね。色が丁寧に着色されてるね。で、これも腕が動いて、頭が動いて、あ、上半身は動かないね。おー、丁寧に作られてるね。うん、かっこいいね。アンパンマン、かっこいいおもちゃを見つけてきてくれてありがとね。それじゃあまた次の動画で、それじゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。